はようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。白身魚の竜田揚げです。これね、半分に切った、ちょっと大きいからね。この魚はね、バサっていう魚を使ってる。結構ね、安い割には美味しい白身魚でね。で、下味をつけます。分量これです。で、しっかり揉み込むよ。そしたらね、ウインナーに切り込みです。明日でね、使い切るこの赤ウインナー卵焼きの準備です。今日はね、なめたけとネギ。夫もね、これ好きなの。でさ、この前私さ、なんだっけ、アマゾンで米粉2ケースね、買ったのね。で、それはさ、孫にも持たせてさ、もう米粉はだいぶなくなったんだけど、今度はね、娘がね、お母さんこれ食べてんって言って、ミーノっていう豆のお菓子、それをね、食べさせちゃったのよ。そしたらね、そのそら豆がめちゃくちゃ美味しいので、私さ、そら豆大好きだから、もうそれに今度はね、ハマってしまいました。困っちゃう。もうほんと成長が止まらない。もうほんとにさ、あのそら豆をさ、素揚げしてある感じでね、サクサクしてめちゃくちゃ美味しい。豆の味もしっかりするし、今度はその右ののそら豆をね、アマゾンでポチろうと思ってますもう食べ物ばっかりポチって困っちゃう。でさ、そら豆ってさ、塩茹でしてそのまま食べても美味しいじゃん。もうそろそろそら豆の時期だよね。この前ね、どっかでそら豆を見たんだけどね、それがどこだったか忘れたのよね。あれをね、塩茹でして食べるのもね、好きだしね、煮しめに入れるのも好きですでね、鹿児島ではそら豆のことをね、多分方言なんだろうね。今頃のほら、若い人たちは多分言わないと思うけど、私たちのばあちゃん世代とかはね、バカ豆、バカ豆って言いよったの。だからさ、最初さ、私もずっとバカ豆で覚えてて、でも多分一般的にはそら豆なんだなって学びましたまあそのま、あれ美味しいわ。そら豆のあの素揚げめちゃくちゃ美味しい。そら豆が出だしたらね、買わなきゃ。これでね、卵焼きは巻き終わりです。そしたらね、ウインナーを焼くよ。あと3本残ってたから、明日3本入れてあげようと思ってる。で、ごま油を熱します。今日はね、冷凍ほうれん草を使って簡単に、あの、副菜をね。これをさ、炒めて、ちょっとほら、ガチンゴチンに凍ってるけどさ、炒めてる間にほぐれるし、ね。そしたらね、分量これでーす。なんだろうな、さっぱりしたごま和えっぽい感じで、炒め合わせて、ほうれん草のごま炒めの出来上がりです。そしたら竜田揚げを揚げるよ。片栗粉をさ、適量まぶして、180度で片面1分半ずつ。もう油はね、ほんと少ししか入ってないからさ。そして裏返して、
このね、竜田揚げも夫が好きなのよ。あと1分半揚げます。で、これでカラッと揚がって、竜田揚げの出来上がりです。詰めます。大葉です切って、ご飯は傾斜をつけてるよ。そしてね、竜田揚げは一個底揚げに使う。で、二つ目からは立てかける感じで詰めます。そしたらもう一回大葉で仕切って、卵焼きも底上げをして、断面が見えるように詰めます。で、ほうれん草はカップに入れて詰めるよ。ウインナーをちょんちょんと そしてねミニトマトをちょこんと乗っけて、今日はねゆかりふりかけです。ゆかりふりかけも美味しいよね。で、これもね、この前100均で買ってたお花のチップ、お弁当用の、それをねちょこっと飾ってみました。そして梅干しをちょんと添えて、今日のお弁当の出来上がりです。今日はねこんな感じのお弁当でした。で、材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。